アキネーターね条件を言ってれば「これでしょ」って教えてくれるキャラクターでございますけれども前回もですね「アキネーターバトラー」って言ってね適当にアキネーターの「ハイイエを答えて出したキャラどっちが強いかをねそうね強そうなキャラをお互いねそうですねあでもこれって適当に答えるのでもいいけども要はキャラ浮かべてない状態でね「ランプの魔人」を。 答えてもらったら、自分がすっごい好きな子出してくれるんじゃないかっていう、その無料案内所的なことになるんじゃないかと思います。無料でね楽しむのが我々アキラチャンネルの一個モットーですから。このランプのマージン結構なんかいやらしく見えていません。無料案内所。ああ確かにねキャッチの感じはあるわ。そうキャッチこのキャッチに捕まったと思って、どうですこういうやんつって、 え、でもあの学生なんて言っていいえ、いいええってくるわ二十代うん、じゃない別の感じ髪や金髪うーん、それはいいっすどっちのいいっすね実在するうんまあしない方がいいっすかねあ、しないほうがいいそういうそれで、この子出されたらやばいちょっとそれで、アキメタでやってみましょうというおかずを教えてもらおうというパンパイでございますね次のゲームテーマを選択するキャラクター動物とありますがキャラクターを選択します ユーチューバーうん。つまりこれで、自分が好きだなと思う女性を、うん、僕はユーチューバーは嫌いなので。<laughs> 嫌いっていうのは、かか <laughs> ることもあるでしょ。う。<laughs> まあ基本的に、そんなかかることは今少ないので。うん、男性いいえ。うん。学校に通っていますかまあ学校通ってるか通ってないは関係ないけど、うん、どっちでもいい正直。まあそうね。好みのキャラクターのタイプにはかかってこないかも。わからない。実際に存在する うん、まあ、二次元の方がいいかな。うん。いいえ。ゲームに関係するうん。いいえ。うん。戦う戦う女性ね。うん。いいんだよな。そうね。バトル漫画とかのキャラなの。そう。自分だけ優しいみたいなのがいいから。戦ってほしいです。おお。物語の主人公ああ、これ主人公あんま好きじゃないんですよ。ヒロインだってほしいから。うん。一番手ではない。魔法を使うことができるうん。 ああ。魔法,魔法。別に魔法があったらいいとは思う。ハーマヨーニーとか好きだけどね。うん、別に、そんなのはどうでもいいよ。わ、うん、からない。十、うん、10巻以上漫画があるわからない。姉妹がいるまあお、お姉ちゃんとか妹だってほしいな。<laughs> ああ、属性がちゃんとあったほうが。読み名は2文字ですかわからない。うん、頭文字が K で始まるわからない。わ <laughs> <laughs> かんねえな、もう <laughs>。よく炎上する頃で有名ですかうん。 これは家だね。うん。片切りエリリカさんはね、好きでしたけどね。<laughs> 今目の前にいる家妹がいますかまあ、お姉ちゃんのが好きなんだよね。お<う> <laughs> その方の年齢は30歳以上ですか <laughs> まあ、漫画のキャラだと、そうね。漢字で書くと3文字ですかわからない。ァンパイア・サバイバーズのキャラクターですかああ、そうでめてきた、急に。うん。ァンパイア・サバイバーズのキャラ,、うん、キャラですよねっていう意味で。うん。出してきたんだったら確かに。うん。 そういう意味だ、ね、ああ、そっか、うってつけの。うってつけの言い方ですよ。るの、バンパイア・サバイバーズですよね。確かに、まあ、バンパイア、八重部があったり、サキバスの子は好きだから、うん、バンパイア・サバイバーズのキャラで、部分的にそうしてみよう <laughs>、うん。左利きですかほう。うん、わからない。男性あれい,いえい,いえって言ったわけじゃね。スペイン出身わからない。それは、黄土色のような髪ですかあ、うんまあ、金髪ってことか。ああ、かな金、うん、髪好き。 女性はい。迷ってるかなこれはな。うん。ツイッターやっていますか家だな。絶対<ー>ツイッターやってない方がいいわ。キャラクター、な<ー>。お<っ>出てきた思い浮かべてるのは、ウィンキーソフトの女の子。可愛 <laughs> 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 い,いでも、相当可愛い,い俺は今日、ウィンキーソフトの女の子でしこります <laughs> うわ、受け入れた。<laughs> ちょっとウィンキーソフトとは何ぞやった。うん、なんだろう。 ね。そんな名前のあるキャラクターじゃないんだ。人気ソフトはコンピューターゲーム会社ですね。あ、会社へえ。ぷよっぷよとかを開発してる。あはは。うん。ちょっとでもしこりがいがないね。ああ、ええ柄がね。うん。ま、この子でち、まじでしこれる本ほんとに。めっちゃ可愛いから、結構好みの子ではある。うん。結構服装といいね。うん。次、ちょっと実在の子にしてみようかな。うん。ま、一回でも土岡に譲ってくるか。このアテンド。アテンドうん。 女性ね、はい。学校に通ってる。確かにね。別に学校とかがない世界観の漫画とかでもいいしな、別に。ジャンプ。ああ。ジャンプ広いんですよ、いわゆる。うん。いっぱいね、それいるけど、かわいい子。うん、ああ、いや、ちょっとまだ。ジャンプに絞らず。10巻以上漫画がある。はい。お<う>主人公より年上ですか ああ、なるほど。ちょっとお姉ちゃん肌なのか、糸、うん、がついてくる妹肌なのかだったな。答えは変わってくるよ。確かにな。真剣に考えな。そうね。<laughs> 確かに。で、主人公が、うん、全然30とかの可能性もあるかな。高めで。めそうなんだよ。うん、年だった方がいいと思います、俺は。ああ、そっか。確かにな。でも。いや、そんなのわかんない。俺は口出すね。うん、<laughs> 確かに、その、だってナミってルフィより年上じゃない。<laughs> あ、そうなんだ、ね。うん。実は19かナミが。 うん。そうですね。そうか。ああ、<だ>そうか。はいにしとこう。へ <laughs> <け>。いいえ。あ、先生。先生ではないかな、でも。うん。いいえ。アイドル活動している。お。確かに出てくるね、漫画とかで。アイドルやってる女の子。うん。ちょっとそれでもいいけど、わかんない。わからない。うん。2回以上映画化されたことがある。そうね、はいにしとくか。え<っ>ちょっと、うん。 人気作結、ね、父親は生きている <laughs> 確かに、そうね、その、生きてない方が、そうだよね、楽ではあるよね、<お>その。あ,あその、<laughs> うん、君はシコロを考えてるんであって、結婚の挨拶を考えてる別に。 あそうか、そうか、確かに。こっちがね、一方的にしこるだけだから。そう、いつもしこるのは一方的だっていう。これ、ジョナスですわ。バラシアジョス。これから行うのは一方的な残殺さ。はい、ああ、あんた、ね。そうね、すいません、一緒に。お尻に関係がある。はい、これ、前も出たぞ、これ。これ、俺がエロい質問だと思って答えたら、お尻探偵がれたやつ。ああ、そうだそう。オートラップだって、これ。確かに、まあ、いい絵にしておこうじゃん。うん。 動物の耳が生えている。ああ、これが、それがいいのか悪いのかな。ああ、そっか。でも僕はそっちはないかな、趣味としては。あそうなんだ。うん、黒髪どうなのああ、難しいね。黒髪 <laughs> 全然、いやー、いいんだけど、まあまあ黒でいっとくか。え、黒でいっとくかでいいのちょっとその、黒髪で、かなリアル路線の。 の方が好みかな、多分。まあ、黒髪で出,出てくる。この方が。確かに。藤子不夫雄作品。藤子不夫雄作品だったらちょっとしこれないよね。俺はしこれる。<laughs> <laughs> ああ、ちょっと藤子不夫雄じゃないかな。まあ無理しない方がいい。<ー> <laughs> 埼玉県と関係がある。まあ地方の子なのかね。<ー>東京都とかによくいる子なのか。そうね。まあちょっとそこは、なんか、 その野原一家が出てきそうだったからちょっと。ア<ー>キスタもありえたね。あ、そうなんだ。ジャンプどうなんだろう。これがなんかジャンプだったら安全ではあるな。安全とかそのしこりにさ、いや、なん,いなんかちょっとうわこんな子かっていう子が来る恐れがあるから。 がが <laughs> だから最初はジャンプ別にスルーしたけどここでジャンプハイにしといた方が安全かな<ー>しこれるマジン困らないかなマジンがそで、はい、主人公い同,同居しているあ<ー>分かんないな、えー、りすまし、まあ、変身能力があるあなるほどね敵とかがいたらあとまあ俺で言うバキバキバージンみたいなな <laughs> <laughs> りすまし赤がいた <laughs> い,、うん、いるんじゃないかってことだな クリスマシまあ分かんないな。弟がいる。これ大事。なるほどね。これ大事です。なるほど。いてもいいね。<laughs> どうしよう。まあ、部分的にってか、多分そうぐらいにしようかな。尻尾は長いですかああ<ー>。まあ尻尾はなくていいかなはいはいはい。テニスに関係ありますか手犬くるうん、一択だよね。まあテニスではなくするかないいえ。弟がいる。だいぶ悩んだろ、ね、こいつ。うん まあ、はいにしとくか。さっき、多分そうにしたから。特殊な能力を使いますか。はい,はいはいはい。はいでいくかなうん。うん。彼女と動画に出たことがありますかうわかんないの。うん、うん。ラッパーラッパーラッパーどうラッパーは。ラッパーまあでも、うん。ラッパーとかじゃないかな。出たはぁ<っ>マジカルタルルートくんの,、えーのえー、リア・キナカーモン。 <laughs> これは君がしこりたい人でしょいやまあ綺麗だけど君がしこりたい人だそうねでも黒髪って言ったよなって感じだねああそうだね黒髪の子で頼んだのに,そうそう、ね、のに頼んだのにこの <laughs> このドヤ顔のさ <laughs> ランプのドヤ顔ちょっと見てやってくれランプのドヤ顔お<ー>これおか,おかしいよこれ黒髪って言ったよっていうそう,、ね、そう今日は黒髪の気分だったんだけど <laughs> そうだよね、うん、タルルートくんの姉あなるほど名前の由来が中森明菜 わあ、うん、めっちゃいいじゃん。ちょっとね、じゃあお姉さんの、うん、ちょっとすれたお姉さんじゃないで、ね、そうね、確かに似てるね、中森明。ほん当言われてみたらめっちゃいいじゃん。これどうですかこれでいいですかうん、そうね、結構。まあ、父親の好みに近い。うん、そうね。クールな、綺麗なお姉さんで。なるほど。じゃあ、はいを選択しましょう。うん、あ、そうですね。はい。よーし、また正解。マジは何でもお見通しだ。えー すでにプレイされたキャラクター345回。ああ、ちょっと少ないね。少ない、だいぶ少ないですね。うん。誠に遺憾です。ちょっともう一回やらしてくさ俺。はい。さっきの、やっぱよく見てるこのシーンでね。ああ。隣気ソフトの。男性。まあ、いいでしょうか。うん。学校に通ってるわからない。週刊少年ジャンル関係あるいいえ。うん。日本人はい。実際に存在する はいしてみましょう。はい。ユーチューバーユーチューバーでしこってみる知らないよ。聞かれてもそんなこと。<laughs> <laughs> まあ、ユーチューバーでしこってみるか。同じユーチューブの、うん、ねえ、まあ再生数とかの話とかしながら。ああ<ー>、はい、じゃんとして、ね、そこまでイメージして。完全に顔ばらしていますか ま、あ顔出しの人がいいな。ああ。一人で活動していますか確かにカップルユーチューバーの可能性もあるね。カップルユーチューバーのねえだ。はいはい。ひらがなですか確かに多いね、ひらがなの名前が多い。かわいいひらがな。はい。ゲーム実況者確かにな、ゲーム実況やってる、本ん。ホンダさんとかね。ああ。そうですよね。ああ、そうだ。ホンのバイクね。ゲーム実況者、部分的にそうにしてみようかな。うん。ゲーム実況もやるよ、ぐらいの。 ゲームフリークアンチ。うん。これ、ポケモンの会社のアンチかどうか。<ー>これ範囲者出てくるの誰か。ね誰のことを言ってんだろう。うそんな人いるんだ。わからないでしょうか。うん。かしやじゃ経理始まるわからない。うん。文、う、房、ん、具 YouTuber とコラボしましたかほうん。で、文房具 YouTuber とコラボするのはめっちゃいい、俺の中で。ああ、ちょっと文化的な。そう、ちょっとなんか文房具とコラボするなんて、うん、確かにチャラついてなさそうな。うん、はい。主人公をくんづけで呼ぶ 何言ってんだ<え>まあこれは、うん、うん、もう、主人公とはないから、家だね。うん。AV 女優ですかああ。なあ。ね、まあ、それはめちゃめちゃね、それはしこるという上では。しこりやすくなるなー <laughs> <laughs> しこりやすくはなるが、まあ、部分的にそうにさせてもらおうか。うちょっとなんか、着エロみたいなことをしてるかもしれないけど、<ー>着エロ。 種族は植物族ですかい,いえ。あれだよね。兄弟を受験して落ちたう、えーん。そんな賢くなくていいな。うあ同フプロジェクトに関係あるなんかコスプレとかしててほしいな。<う>はい。手から B も放ちますかうん。い,いえ。呼び名は2文字ですかうーん。まあ、確かに2文字と3文字と2文字のがいいんだよな。ああ<う>はい,い,い。イメージカラーは緑 か,かと関係がありますかわからない。あ、にもリモンつけてるいいね。<ー>はい。沖縄のバーで有名ですか <laughs> ほう。いや、沖縄の感じしないな。髪の毛生えてるはい。黒子のバスに関係するいいえ。触手を阻止し戦うまあ、家だね。うん。セクシーなビデオに出演したことがあるある。はい。露出炭がありますかはい。嬉しい。 タイムスクープハンターに出演していたしてないだろ。NHK のやつね。いえ。あなたに母乳をあげた母乳をくれるってことなんかな。でな。母乳は趣味じゃないんですよね。いえ。エッチな ASMR 得意ですかああ、でも嬉しい。はい。柔道選手いや、原ちゃん出る。ああ。いえ。黄色の髪いえ。来ました思い浮かべてるのは、セクシー女優 サクヤユアおーすごくセクシーな画像が貼ってあります。そうね、出てくる写真がまた。サクヤユアさん。とりあえず、セクシー女優の方なので、うん。間違いなくこちらで祝儀してきます。今日は私が。うん。確かに相当おきれですね。うん。この画像を見る限り。うん。うん。いいぞ、これ。ああ、いいぞ、これ。うん。この人は、会えなかったから、サクヤさんとか。ああ。その、中森アあ、リアキナカモもね、知ら会えなかったから、うん。 パッて見たらマジで好きじゃん。可愛いって思うじゃないですか。これはやるべきかもね、みんな。本当に。これはすごいわ。前回やったアキネタ・バトラーより妖どいい。あれひどかったもんね。れ。そうだね。これはぜひ皆さんやってみてください、本当に。多分、ウィンキーのキャラとか出ちゃうのかもしれないあ出やすいのかね。そう、ちゃんと自分の中で真剣に、丹念に押していけば自分の好きなキャラクターが出るはず。それで今日は叱ってください。 俺の名前はバキバキ童貞今になる動画界の皇帝。いじめられて走った皇帝。古チンで踊るチンケなドキャフ,フリーターの時街頭インタビュー。ひねり出したパンチライン一発。人生はたちまち表変。俺の名前はバキバキ童貞